日本生まれのスパゲティナポリタン。極太の麺は一晩寝かせてもっちもちに。鉄の鍋でしっかりと炒めた野菜たちの甘みにトマトケチャップの酸味を合わせれば、子供の頃喫茶店にあったインベーダーゲームを思い出します。あとポケベルとか、あ、それからビックリマンチョコとかアスナロ白書とか。鍋を火にかけてお湯を沸かしていきます。同時にボウルを用意して氷水の準備。麺を茹で終えてからではしっかりと冷えないので、今の隙に作っておきましょう。お湯が沸いたら塩をたっぷりと投入。氷水で締めていく際に味が抜けてしまうので、普段より多めの塩を加えておきます。今回私がいただくのは 2.2 ミリの極太麺。茹で時間は16分。冷ます際に麺が締まります。普段より長めに茹でて、あえてコシをなくしておくのもポイント。茹で終えた麺はザルにあけてから氷水でクールダウン。結構熱いけど、しっかりと熱が抜けるまで素手で頑張りましょう。気が済んだところで、しっかりと水気を切った麺をボウルの中へ投入。オイルを麺にしっかりと行き渡らせておきましょう。この一手間で麺同士がくっついてしまうのを防いでおきます。しっかりとオイルでコーティングできたら、ラップをかけて冷蔵庫で一晩寝かせておきます。でんぷんが水分を吸収し、もっちもちの食感になるはずです。多分私も麺と一緒に寝ます。おやすみなさい。おはようございます。玉ねぎを切っていきます。今回は3分の1程度使用。皮をペロンと剥ぎ取りましょう。食感が残るようにある程度大きめにスライスしておきます。次はピーマンを2つ。頭の部分にぐるりと一周。包丁を入れてヘタを取り外しておきます。そしたら男らしく指を突っ込んで種を取り出しましょう。そしたらそのままスライス。こちらも同様に食感が残るようにある程度大きめにスライスしておきます。ニンニクは一かけ使用。硬いところを取り外してから真っ二つに切断。中の芯を取り外します。そしたらぶっ潰して雑にカットしておきましょう。タコさんウインナーを袋から取り出して準備完了。鍋を火にかけます。油を注いでそこへニンニクを投入。じっくりと油へ香りを移しながら玉ねぎも投入。甘みをしっかりと引き出してやりましょう。塩を一つまみ加えます。塩の浸透圧という謎の力を利用して炒めていきます。しっかりと炒まったところでケチャップをたっぷり。高温の油で炒めることで酸味を抑えたマイルドな口当たりに。タコさんウインナーを掘り込んだら、みりん、それにウスターソースを少量ずつ加えて、味に柔らかさと深みをプラス。ブラックペッパーの刺激でさらに整えていきます。普段パスタを作る時と違い、鍋を使ってしっかりと炒めていくのがナポリタンの特徴です。多分今の隙に目玉焼きを作って用意しておきましょう。ごく弱火でじっくりと加熱。綺麗な目玉焼きを作りたかったけど、火が強すぎてカッチカチになってしまったので、この後焼き直したことは2人だけの秘密。
気を取り直して冷蔵庫で眠っていた麺を起こします。おはようございます。そこへピーマン、またもやしっかりと炒めていきます。ピーマンは生でも食べられます。色と食感を損なわぬように最後に加えましょう。気が済んだら火を止めて、生クリーム、バター、粉チーズ、そしてここで追いケチャップ。さっきは炒めて酸味を飛ばしたけど、やっぱりケチャップをしっかりと堪能したい。そんな夢をここで叶えておきましょう。無事一体となったら完成。お皿の上にそれはそれはぶっきらぼうに乗せていきます。もう一回焼いた目玉焼き、ブラックペッパー、粉チーズ、そこへパセリを飾って完成。こんなもんでしょうか。酔っ払って終電で眠ってしまい、寝ぼけてぶらり途中下車。タクシー乗り場もホテルも街灯すらもない。あるのは広大な田んぼでした。一晩寝かせたおかげで麺がもっちもち。今日は頑張ったのでハイボールのご褒美。